東千鶴と舞吉のあなた様は何者、始まりました。はい、ということで今回のあなた様は何者ですか。私様は、やめてちょっと西谷雄貴様です。あー、ちょっと本物聞けて。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、何者ということで、はい、ご職業とかいろいろ、いろいろやってるんですよね。声優はもちろんやってますし、時々俳優もやってますし、あと 2.5 次元ミュージカルの作詞なんかもしていますし、音響監督、アニメーションの音響監督もしていますし、まあいろんなことしてるので、もう業界の何でも屋と言われております。はい、レジェンド、レジェンド。いや、私も本当にレジェンドっていうのはもう知ってて、あ、そっか、アニオタなんですよ。あ、アニオタなの？え、ガッツリ。そんなに意外じゃないけど。そうです。ガッツリアニオタなんで、うちの世代はスマイルプリキュアのジョーカー。はい、ジョーカーやりました。うわ、もう本当に当時嫌なやつだったんですよ、ジョーカー。演出家からもっといやらしくやってくれって、もう何と言われたことか。そうで、どうやっていやらしくやるんですか。いやらしくなんて、あんたやりようによってはいろいろできるわさ。なんで本物いるんだけど、ジョーカー倒さなきゃ。そのプリキュアで悪役で、ジョーカーで自分本当に知っててすごいなって思いました。ねえ、もう何でもやってますよ、もうね。はい、とんがりくんのね、そう、声もね、はい、タモリだよ、そんなこと言うからいけないんだよ、ね、あと、タッチは南、甲子園に連れて行くから。待って、あそこタッチもあるの。あ、いや、ちょうど授業で分かるだけかも。再放送の前からもやってるからね。そうなんだ。この、なんかその、なんていうの、青年声もできるし、もういろんな役、演じ分けがすごいんですよ。すごい怪しい役からね。私がこんなこと言って申し訳ないですけど、とんでもない。何年やってるんですか、声優。声優自体は50年ですけど、子役をやっていたので、子役時代から含めると、うん、60年。おー、うん、もうすぐ60年ですので、ね、芸歴がよ。60年、はい、60年よ。ここ年齢差いくつなんだ。19歳です。私19です。69です。待って、50年。半世紀にわたる。半世紀越しの分かるって、この共通のすごい出演番組が分かる。それがアニメのいいとこですね。本当にありがとうございます。頼むないです。アニメは年取らないですもんね。そうそう、エバーグリーンですから。エバーグリーン、イエス。この年齢でね、すごい忙しいのよ。そうですよ。本当に今年に入って全然休みがない。世間ではもうとっくにリタイアよ。そうなんですか。60とか65でね。そう、今日も仕事してから来ました。もうバリバリじゃないですか。バリバリやってます。いろんなこと、今はね、 2.5 次元ミュージカルの作詞の仕事で、これがちょっと大変な作品で、それをやるので、今日もなんか本読んだり漫画読んだり、もうアニメ見たりしながら、いろいろ勉強しながら書いてます。確かにインプットがすごいなって私は思います。やっぱり詞を書くのって 2.5 次元ミュージカルって原作があるから、原作のキャラクターなんかを全部把握しないと書けないんですよ。そうですね。で、あとその人が俺っていうか僕っていうかっていうところから調べていかないといけないし、あと語尾がどうなのかとか性格がどうなのかとか、そういうの全部調べないといけないから、何度も何度も漫画読んで、アニメ見てて本当に明酷してますね。漫画アニメの視聴者からしたら解釈不一致が起こるともうダメですもんね。そうなんです。もうね、見てくれる人の方がファンなので、そう、詳しいんですよ。そうよ。だからそこ外しちゃうと、もうペペペペってやられちゃう。もう投げちゃうんです。そうなんですよ。だから、あと出版元さんのダメが入るんですよ。これはちょっと違います。そこ今すごく大事なところね。そうなんですね。本当に大変なんですけど、でもやりがいあります。書くことは大好き。そこだよ。だから受けちゃうんですよね。うん、一番好きかも、仕事。だってね、飲みに行くとね、もう仕事したくないとか言って管巻くのよ。もういいのって。もうね、ここまで来たらね、のんびり暮らしていきたいなって思うけど、けど仕事バンバン受けちゃうの。うん、やっぱ好きっていうか、嫌って言葉がわからない。でも言ってるんですもんね。何言ってるんだろう。できませんって。あ、そっか、やりませんって言えばいいんだよね。なんか受けちゃうんですよ。受けちゃうんだよ。で、勉強のためとかってニューヨークまで行っちゃう。はい、だから普通に旅行してくりゃいいのにと思うんだけどね。また行っちゃうんですけど、
それ何の勉強？あの、まあ、親友の戸田恵子さんがニューヨークのカーネギーホールのショーホールの方でお芝居をやるんですよ。おすごい。で親友なのでそれをどうしてもニューヨークで見たいと目に焼き付けたいということで行くんですけど、僕ちょっとその間にお休みがいただけたのでちょっと長く行って向こうのミュージカルをまた何本か見てこようかなと。で結局ミュージカル見ちゃうんだよね。見ちゃうんですよ。インプットなんか緑があるところで海があってのんびりっていうないんだな、それが、うん、この前もですね、まあ、ちょっと休みがあったんでグアムに行ったんですよ。その時に DVD を山のように持ってきて一度もホテルの外に出てくるなんかずっと部屋で DVD 見てた。それじゃあお前グアムもあったにも一緒じゃねえかみたいな。そう大先輩だけどバカじゃないのバカです。何言ってんの、熱海も一緒じゃない。熱海ったら熱海を楽しまないと。そうですよね。それだから家にいるのと一緒じゃん。そうなんですけど、でもまあのんびりできたからよかったかなと。どこでも、まあ、ほら連絡入らないし、もう携帯とか忘れてっちゃうし、もう全然仕事の連絡も入らないし、なんかとやかく言われないし、よくたまに連絡取れなくなるんだ。あ、それは今ベンチとかでアニメ感謝をしているちょっと外しちゃったりとか、あとね、僕なんかこの年になるとコメントを求められることが多いんですよ、はい、例えば、はい、100字以内で何かのコメントくださいとか、はい、っていうのが多いから、はい、そういうのをやってると結構なっちゃって、そういうことはまあちょっとお断りすることもあるんですけども、でもなるべくこうご協力したいというですね、私の意思が働いてご協力してしまうので、つい最近コメントをお願いしましたよね。あれ断れなかったですってなってた。なんでなんで実はなんで。もうそれを喜んでもあつまくさんのコメントがもう喜んで、なんでそっち目線で私は喜んで。はあ、働くな。うん、でも楽しい。楽しいのは何よりですね、うん、楽しい、うん、でね、最近ものすごいスマートになったの。そう、2ヶ月で14キロ痩せたと。それ大丈夫ですか？大丈夫です、元気になった。元気になった。かえって健やかになって、精神的にもすごく健やかになって。あ、ちょっと元は、うん、あのね、Facebook がね、一昨年とか出てくるでしょ、うん、そしたら全然違う。Facebook で出てくるのよ、去年のあなた、2年前のあなた。 Facebook 使ってんだから。そうだね、Facebook なんですね。はい、Facebook もインスタも使ってますよ。はい、Facebook も使ってますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、何Facebook ってそこ笑うとこなの。ちょっと正直見てるとそれは Facebook っておじちゃんおばちゃんがやってるよねっていうことなんだよね、はい、そうです。TikTok とまだ残ってたんだ、そのアプリって。残ってます。有効利用してます。 Facebook やってるんですか？やってます。かわいい。かわいいって言われちゃった。よかった、70人もなろうとその人間がかわいいって言われてこんなに喜んでるんだって。違う違う、そのかわいい、違う、喜ぶとこじゃない。今ディスられてる。ディスられてる感じ。ディスってないです。ちょっとびっくりしただけで、はい、どうやって痩せたんですか？ね、歩きました。とにかくそれまではタクシーでドアトゥドアだったのをやめて、もう電車地下鉄にして、あと一駅前に降りる、うちの一駅前で降りて一駅分歩いたり、とにかく歩いたのと、あとこの話楽しい。もうどうだマジでフェイスブックみたい。歩きましたで痩せました。こんなにウケるとは。いや歩いてよ、それ素敵なこと。有酸素運動って言うんですよね。何で話し合わせてんだよ。そうそうもうほぼ飛んでないけど、もう違うんだけどね、ユニークな手法が飛んでくるかなと思ったら、フェイスブック何を投稿されてるんですか？フェイスブックさ、今日こんなことしましたとか、はい、こんなこと食べましたとか、もうインスタとほとんど変わんないですよ。インスタやりましょう。じゃあインスタやってます。やってるんだ。じゃあフェイスブックつながってるんですか？つながってるよ。あれ、あずまさんの時々読む。あずまさんフェイスブックやってるんですか？やってるわ。ちょっと待って、ここ笑われるとこなのね。ね、どういうこと？ね、どういうこと？フェイスブック誰も知ってないです。若者です。最近の若い子はフェイスブックやんないんだ。やんないやんないやんない。本当やんないのよ。だから年齢層高いんだね。そうよ。誰も見てくれないですよフェイスブック。え、ちょっと X は？ X なんてもそうなんて最高です。やってるよ。やってますか？やってるよ。 X って言わない、ツイッターですよね。まあね、ツイッターだけ古っ。一番 X 認めてないんで。あらあら、勝手にいいのがやりやがったんで。あらあら、認めてない。 X ってツイッター好きだと思うよ、 X です。私もあの青いツイッター、あのあれがピヨピヨがね、ピヨピヨがよくふざけんなって思います。それは、じゃあ買い取って。OK、そうです、了解です。はい、ごめんなさい、別の話になっちゃう。いやいやいや、どうこんな番組。
いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？いいと思うよ。楽しくてね、もう年齢差みたいなものを感じつつ、はい、うん、まあ共通の話題もあり、全然共通じゃない話題もあり、幅広くワールドワイド。もういいです、まとめなくて。待って、ワードセンスすごい。まあね、あの一緒に今全一座をやって、はい、やってます。そうなので、ゲットイタッチっていう団体の理事でもあるの。はい、偉いんです、理事です。偉くはない。偉くはない。だったら理事長だからもっと偉い。全然偉くない、こき使われている。理事長が一番こき使われてるかも。使う、ね、誰にこき使われてるか分かんないぐらい働いてるね。で、そんなね、あの概要欄もご覧いただいて、概要欄の方、YouTube の、まだ山田さんと3人で司会するんで、うん、これは、はい、あ、そうなの、そうなの。そうそうそう。でも全然セリフ覚えないからさ、三木屋さん。覚えない。書けるけど。書けるけど覚えない。本業は読む仕事なんだよ。うん。声優だから読む力はどれだけ。覚えなくてもいいんだ。覚えなくて。覚えなくて。だから覚えない。そうしてるうちに覚えるというような機能がどんどん衰えてしまって、3行以上、3行以上のセリフはもう無理って言ってるのに、この前その映画の時にね、3行半のセリフがあったんです。あ、それちょっと大変じゃない？ちょっと大変だった。ですよ。もう覚えるの大変。3行半にしちゃダメですよ。おかしいよ、責められ方が。本当に覚えないから。あとね、同じことが言えないから、監督に、三ツ矢さん、2、3回撮ってるんで同じように喋ってくださいって言われました。そうなの。なんかね、こう、テレッコになっちゃった。やっぱりだから声優さんと俳優さんの仕事って全然違うみたいな。うん。なんか私声優さんなんだからできるだろうと思って、最初いっぱいから舞台、去年の舞台いっぱいセルフ買ったら、もう覚えられません。もう本当に。でも頑張りましたよ。あ、頑張った。タイミングペーパー作ったりして頑張った。あ、すごい。はい、ちょっとそんなこんな、次回は本を出されるんで、出されたの、はい、出されたので、はいはい、次回はそのお話をね、ちょっと本の方、はい、気になります。いや、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何者、三ツ矢さんでした。三ツ矢さんでした。